新型コロナウイルスの影響で実施できなかった2019年度の松山大学の卒業式が今日3年越しに行われました。松山大学では新型コロナウイルスの影響で2019年度の卒業式を中止し、卒業生は式に出席できませんでした。今日は松山大学創立100周年記念事業の一環として2019年度の卒業生を対象とした3年越しの卒業式が行われました。式には県の内外から集まった卒業生75人が出席、和やかなムードで式に臨みました。4年前の忘れ物を今日見つけられ、やっと区切りをつけられたような気がします。出席した OB らは改めて大学卒業を実感していました。